妙女編一画目、左下に向かう方向に注意します。はい、止めて、そしてひらがなの句を書くような感じで下に解く方向に注意していきます。次の2画目は1画目の左下と同じ方向にぶつかったら左下にこう1画目の収筆よりも下に払います。はい、3画目は右上がりに払い上げていきます。はい、次4画目、1画目の指筆よりも少し上です。縦画、そしてグッと入ってから跳ねて少し縦気味にいきます。はい、次の点も、はい、この払い上げたところ水平、そしてこの5画目よりも上から入って、はい、少し徐々に太くしていきますね。はい、最終画は左下に少し直線的にちょっと丸みがかかっています。手横に払っていきます。妙ですね。次は弦、はい、1画目横に運筆します。1、2、3、はい、そして2画目右上がりで伏せていきます。3画目4画目は間隔に気をつけて、はい、狭くですね、しかも等しく。5画目は内側に寄せていきます。はい、6画目同じ横画、等しく平行、そして押さえて穂先に注意して内側に、はい、穂先がずれないように回ることがないようにしましょう。最終画は、はい、縦画よりも右に出ます。はい、異弦ですね。次は無、1画目左下に、はい、2画目はこの中心、1画目の長さの中心ぐらいのところから右上がり、はい、そして3画目は、右上がり、指筆の位置は1画2画目よりも左、収筆の位置は同じぐらいですね。はい、私は次横画から書いていきます。はい、横画間は等しくなるようにまとめていって再少し伏せるようにします。はい、縦画、次の縦画の方向に注意します。はい、最初の縦画は内側に行くような感じ、次の縦画は縦まっすぐ下、はい、次の縦画は内側に寄せる、最後の縦画もさらに内側に寄せて、この間隔等しくなるようにしましょう。そして劣化です。はい、劣化の1画目、この縦画の収筆のちょっと左から、はい、左下ちょっと横に行くような感じ、はい、次の2画目水平、はい、この縦画の間ぐらい、ここは長くしないと跳ねます。はい、次も間隔等しくして指筆の位置を一緒、1、2、3、跳ねるようにして、はい、最後の劣化、はい、高さ一緒、はい、右下に行くようにして最後しっかりと止めていくようにいたします。すごい。次は古いですね。はい、1画目右上がりで
伏せていきます。2画目、縦画、はい、次3画目、はい、縦画、内側に寄せていきます。はい、4画目、右上がり、そしてここ斜めに押さえて、もう一度押さえて、そして穂先意識して内側に、はい、最後の横角は縦角の右に出るようにしてまとめていきます。はい、古いですね。そして次に今、はい、左払い直線的に、横に払いをします。次はちょっとこうで右下に、はい、次第に太くして、ここから右に払っていきます。はい、三角目右上がりです。はい、4画目、はい、転接です。斜めに押さえ直してから内側に向かって払っていきます。はい、このようにして書いていきます。